駒形ゆりでーす。はい、本日はスピッツさんの楓を弾き語りさせていただきました。もともとスピッツさんがめちゃくちゃ好きで、学生時代とか父の車の中でアルバムずっとかけてたりだとか、あと高校の時にバンドというかアコースティックギター1本と私がメインボーカルでコーラスの人もいて、3人でバンドって言っていいんですかねなんて言ったらいいんですかね、なんかちょっとグループを組んでたんですけど、その時にこの曲をやったりとかして、結構、思い出深い曲で、ちょっと季節的にもちょうどいいかなと思ったので、今回この曲を選ばせていただきました。結構歌はサビとそうじゃないとこのギャップがかっこいい曲かなと思ってて、最初は結構ポツリポツリつぶやくように歌って、サビでこう一気に感情と声が解放されるみたいな、感じで、なんか歌っててもすごい気持ちがいい曲でした。結構こだわったところは落ちサビ、Dメロメンバーで後のそのサビはどうしても落ち着いたサビにしたかったので、落としたんですけど、なんかそのいつもレコーディングとかでもそうなんですけど、落ちサビどんだけ声を落とすか問題が自分の中であって、なんかこうポソポソっと優しく歌った時がいい時もあれば、結構逆にバーンって声を出した方がいい時もあって、今回は結構声を出すよりにちょっと自分の中では挑戦して落ちサビを歌いました。なのでちょっと本当この季節ぴったりなんで、皆さんもね一緒に歌ったりとか、それこそギターのコードも結構簡単だったので、挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。ギターはね、そうなんか馴染みのあるコードが多くてすごく弾きやすくって、だからちょっとこうなんだろうな、サビ前にこういうのがちょっと変則的なこととかやる余裕があったりとかしましたし、なんかなんだその歌に気持ちを乗せるとギターもこうのずとこうちょっとこうなんだろう、情緒あふれる感じになるのかなって思いながら、私は気持ちを大事にギターも弾きました。なんかね、この私が持ってる楽譜に書いてあるんですけど、 D メロは力強いストロークでって書いてあるので、多分力強いストロークで D メロは弾いた方がいいみたい。はい、という感じで個人的にとっても楽しい弾き語りでした。点数なんか結構今までで一番その歌にもこうなんだろうな、リソースを割いてというかできたような気がしていて、あれ今までの最高得点って何点でしたっけ、80点いったっけ、じゃあ80点にしちゃおうかな、初の80点超えということで80点にしたいなと思います。はい、ちょっとずつねこうやって動画もたくさん、撮らせていただいて、ギターに触れる機会が増えてきて、なんかこう思うように少しずつ弾けるなんかタイミングがいっぱいあって、めちゃ楽しいです。皆さんのコメントもとっても嬉しいですし、全部見てますので、よかったら引き続き応援してもらえたら嬉しいです。はい、というわけで、よければグッドボタン、そしてチャンネル登録、通知もオンにしていただくと、更新された動画がすぐ見れますので、よろしくお願いします。というわけで、以上、駒形ゆりでした。またねー。